こんにちは。町長の山名総吾です。いよいよ春の訪れを実感できる頃となりました。今年の冬はシーズンを通して雪にも恵まれ、今年5年目を迎えた峰山高原リゾートホワイトピークは、過去最高の62,755人の入り込みとなり、大いに賑わいを見せました。 このことは冬場だけではなく1年通じたコロナ禍またコロナ収束後の観光戦略アウトドア自然志向の交流推進への大きな成果指標ともなりましたさて2月24日に始まったロシア軍によるウクライナ侵攻は今もなお続いていますこれまでに360万人以上がウクライナから避難し その半数近くが未成年者と言われていますその一方で戦火に見舞われ多くの尊い命が奪われ続けています3月4日からのパラリンピック期間中にも軍事攻撃が行われたこともとても残念でなりませんサイバー攻撃であらゆるシステムをダウンさせる一方でフェイクニュースや電波妨害など何が真実で 今現実に起きていることすら国民に正確に伝えない、え国民や世界に対してもいわゆる情報操作が行われているとの報道もなされています。世界166カ国、地域の8000を超える加盟都市で構成され、我が町も加盟する平和首長会議を代表して、広島市長から3月16日、平和首長会議の全加盟都市、 全ての国連加盟国の代表部および国連事務総長等に対して平和に向けた連帯を呼びかけ今こそ核軍縮を進展させることの重要性と緊急性を強調する会長メッセージも送信されたところですいずれにしてもこの戦いはロシアとウクライナの戦いではなく欧米とロシアをめぐる経済圏闘争であり 各国の関わり方が大変重要であり対応もデリケートな部分がありますが人間の英知により一日も早いこれ以上犠牲者を出さない平和的解決を強く望みます24日に閉会いたしました3月議会では提出しましたすべての案件について可決承認いただきました新年度におきましても まずは3年目となります新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束を願い国県の施策に連動しながら日常生活と経済活動の回復に主眼を置いた調整を推進してまいります特にこれからの4年間はさらに加速化する人口減少地域創生と直面する課題への取り組みが欠かせません 町民のの皆様の出番と役割発揮による地域力向上が不可欠であります政運営のキーワードを継続さらに発展として今年度は特に50年後の上川町の青写真作り上川将来ビジョンの策定を柱として引き続き地域創生総合戦略を中心とした 最重点施策に積極的に取り組むとともに、財政課題である健全な財政運営の確立に配慮しながら、持続的発展を目標に、調整運営に取りり組んでまいりまいす議員の皆様からは、町の9割近くを山林が占める町の将来ビジョン策定や、その他、各課事業推進にあたっても、職員自らがしっかりと将来展望を持ちながら、 町民の皆様と一緒に作り上げることや、核化事業推進についても、意気込みを持って発信をしていく必要性等についてもご意見をいただきました。また、住民500人を無作為抽出させていただき、実施しました公立神崎総合病院のアンケート結果についての結果報告もさせていただきました。病院へはここ数年 町から年間7億円住民一人当たり7万円相当の経費負担を行っている中で病院は必要どちらかといえば必要という回答は合わせて85.6%に及びました一方当院は利便性が高いにもかかわらず待ち時間が長いことへの不満や入院特に手術を要するものは 姫路市内の医療機関で受領するという実態が改めて明らかになりました2年前より病院経営改善対策本部を設置して取り組んできておりますが今回のアンケートで課題が明らかになったことで地域になくてはならない病院信頼される病院を目指し病院としてスタッフ含めてしっかりと向き合い 何ををどう改善しししてていいくかを見えるる形で示し実行すす年にしてまいりまり私は改めて病院も役場も今、何をどうしようとしているのかを積極的にお知らせすることが、地域住民の方は安心されるだけではなく、地域に活力を与えていく、町が元気になっていく原動力になると考えています。 4月には毎年のことですが、職員の入れ替わりもございます。議会議員選挙も実施されます。改めて執行部、議会がそれぞれの立場で町民にしっかり向き合い、上川町を元気にしていかなければなりません。4月に入りますと、3日には旧落谷省を活用した緑のパーク、落谷キャンプアグリビレッジのオープニングセレモニー。 10日は大火園の桜祭り17日には町議会議員選挙18日にはラ・フェスタ・プリマベラ・クラシックカ・ラリー29日は道の駅イベントそして県立播磨姫路総合医療センターは5月1日開院予定となっています。結びになりますが4月から 成年年齢が18歳となりますぜひ積極的な社会参加を期待したいと思います3月16日午後11時36分ごろ福島・宮城県を中心とする震度6強の地震が発生しましたまたまん延防止等重点措置は3月21日をもって解除となりましたが あらゆる危機への備えとともに、新年度のスタートを健やかで充実した日々をお過ごしいただきますよう、ご記念申し上げまして、4月のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。